私3つのゼロを目指して頑張ってまいります。1つのゼロは学校給食費、これをゼロにすることです。私は小学校時代、学校給食費納めることができず、3日も4日も持っていけるようになるまで学校を休み、辛い思いをしてまいりました。こんな辛い思い、今の子供たちにはさせたくございません。そのためには給食費無料にすることが一番です。何としても皆さんと力を合わせて無料化実現のために頑張ってまいります。2つ目のゼロは保育料、0歳児から2歳児の保育料を無料にすることです。そして3つ目のゼロは学生さんの使う奨学金、これの返済をゼロにする。今奨学金を借りると大体300万くらいの借金を抱えたまま大学を卒業する、このような状態が多数見受けられます。最初から借金をこさえて社会に出る、なかなか大変です。これを返済をゼロにする、給付型の奨学金、これを多くしていく、こういうことで市民の暮らし応援、子育て応援目指していきたい。どうか大きなご支援、私菅野宗長へよろしくお願いいたします。